ゃんです、うん、あおちゃん、あおちゃん、みーちゃんです、みーちゃん、みーちゃん、けんしんです、けんしんです、りさきちです、りさきち、みんなでね、休憩中折り紙を作ってて、うん、それで携帯を作ってたよね。それでさ、今記念写真とか撮ったりしてて、なんか遊びで、ね、うん、写真とか撮ったりして、あの結構やってる子が多いんだけど今行きますね、ピッポッパッポってやってる子がたくさんいて、可愛いなって思いました。はい、4人いるからみんなでいろんなことができましたというお話ですね。はい、みんなで休憩中、なんか休憩ね、休憩してる時に折り紙とか、うん、鬼ごっことかさ、やってたじゃん。やったー、それがオーディションの時でもやったよね。だるまさん転んだオーディションでやったね。だからよかったと思います。はい、ありがとうございます。なぜ謙信と呼ばれているかというと、上杉謙信が大好きだから、みんなに謙信と呼んで笑っています。そうだね。そしてよかったなと思う稽古場のエピソードは、帰りとか休憩の時とか、なんかいつもなんかボンドマンボックスパイファミリーにボンドマンというキャラクターが出てくるんですけど、そのボンドマンミュージカルにも出てくるので、ボンドマンボックをみんなでしたり待ってろしてました。助けに来たよハリー、ボンドマン、すごいしたりして、とても学校みたいで賑やかで楽しかったです。そうなの、にゃんこでにゃんにゃんにゃんこ、じゃあ私は八割だから、八割だった、すいません、八割でした。携帯作って一緒に遊んでた。あおちゃんやってたよね。もしもし、あおちゃん、みーちゃんもやってたよね。もしもし、仲良しです、とっても癒してくれます。そういうエピソードがあって、この4人でよかったなって思ってます。素晴らしい、素晴らしい、ありがとう、ずいぶん仲良くなったというエピソードになっちゃいますね。はい、ありがとうございます。みんな成長というか慣れたというか、みんなもう仲良くなりました。仲良くもね、なりましたし、大人の皆さんにも、可愛がっていただきました。のカメラにいただいてます、真ん中らへんのカメラにいただいてます。